今日は河川ちんちゃんと金曜日元気よくお送りしていきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、今週の日曜日が父の日ということでね、今日もお父さんメールを皆さんからね、うん、たくさんいただいています。本当にいつもありがとうございます。ね、ありがとうね。では行きましょう。ラジオネーム、うん、トゥーポンプスさんからです。パンピー。父が虹の橋を渡ってから、うん、間もなく30年になるんです。あら、昨日虹が出たね、東の空に。あ、そうだったんですね。でっかいのが。うん、まあ置いといて。父の思い出で一番強烈なことを皆さんに紹介します、うん、北海道日本ハムファイターズがまだ東映フライヤーズだった頃。え、そうなんだ。あ、そうなんだ僕若いから知らない。せんちゃん、はい、大ファンだった父は群馬県で初めてナイターのプロ野球を開催することになった時、群馬県庁の方々と日本ハムの誘致に走り回っていました。四季島球場は超満員。スポーツ新聞のカメラマンだった私はこの試合を撮影するために東京からやってきました。すごかったのは試合終了後、父は日本ハムの選手の宿舎のホテルにアポなしで一人で行って、うん、選手会長の古谷選手に面会。選手だけではなく裏方さんまで全員、裏方さんまで全員、裏方とさんまがどういうことだ。さんまさんが一人で来てた。あ、もうやめとこう。私もごめん。これ以上いじくられ見ましょう。自分がやっていた小さなカラオケスナックに無料招待したのです。さらにすごかったのは宿舎にいた選手関係者全員がそこから父の後ろについて歩いて父の店までやってきたことです。出張で来ていた私に父から電話があって、すぐに店に来てくれというので慌てて父の店に行くと、日本ハムご一行様で貸し切り状態になっていました。どんちゃん騒ぎをしている中にいきなりスポーツ新聞のカメラマンの私がカメラを持っていったので選手たちはびっくりしていましたが、私の父の店でここで撮った写真は新聞には載せないという約束でどんちゃん騒ぎが再開していましたよ。この時に撮った父の写真は私が見た中では最高の笑顔でした。翌朝前夜の店の伝票を見て大きなため息をついていた父の後ろ姿も忘れられません。あ、すごいね。すごい話だね。うん、そのフィルムは残ってるんかな、どっかで。ダメですよ、ツーパンプさんだけのもの。秘密裏になんか使えないかな。すごい話ね。へえ、いろいろあるねパンピーね。